本日も土佐電報をご利用いただきまして誠にありがとうございます。まもなく発車いたしますので今しばらくお待ちください。素晴らしいですね。すごいです。今日高知市大津にあるハローワーク高知でバスの運転手の仕事を知る体験会が開かれ、30代から60代の17人が参加しました。高知労働局によりますと、県内ではバスの運転手不足が課題となっていて、路線をやむを得ず廃止するケースもあるということで、今回運転手を希望する人とバス事業者のマッチングを図ろうと、高知労働局などが県バス協会の協力を得て初めて開催しました。今日はバス2台が展示され、参加者が帽子をかぶり実際に運転席に座ってバスの運転操作を体験しました。やっぱり運転するところ、なんていうか運転するなんかやりがいっていうか、そういったやっぱりお客さんにありがとうと言われることは多いですよみたいな、そういう話を聞いたのが良かったかなと思います。バスの運転手さんの人手不足が続く中、いろんな方々に運転手の仕事を覚えていただいて、知っていただいて、一人でも多くの方がバス会社に就職いただければ、非常に高知県内の交通もですね、良くなるんじゃないかなと思っております。今日は県内のバス会社9社との個別相談会も開かれ、参加者がバスの運転手の仕事に理解を深めていました。